ですね、今回はテーマをアンソロジーというテーマにしてまして、イメージが1970年代の、ギャングカルチャーみたいなやつを一つテーマにしてるんですけど、そこの中にロックテイストだったり、まあ、パンクだったりサファリだったり、アフリカンだったり、そういったエッセンスをこうたくさん盛り込んだいろんなアイデアを出したような感じにしたんですけど、5351ってデザイナーって僕以外に全部3人でやってまして、ごめんなさい、4人でやってるんですけど、僕入れて4人でやってまして、でもちろんスタイリストの望月さんだったり、演出家の小森屋さんだったり、今回のヘアの小西さんだったり、いろんな人のいろんなアイデアが詰まって今回のテーマに沿ったそのショーっていうのを作ったんで、そういった意味でみんなそれぞれがアーティストで、それぞれが一つの作品という感覚でアンソロジーしたいという意味でこのテーマにしました。単純に本当に、ブランドとして、洋服として発信力のあるものにしたいという思いが、このランウェイショーという場所を選びました。シーズンのテーマに沿って洋服を世界観として一つ見せるというのはすごく僕は意味があることだと思っているので、続けていきたいと思います。